皆さんこんにちは、こんばんは。メルカリの販売用のスクイーズを紹介していきたいと思います。新しく作りました。まずこちらが、えっと、低反発のデニッシュのスクイーズになります。で、えっと、こちらがプレーン。プレーンとチョコのやつで、えっと、チョコのアイスに、 ソースがかかっててこれはピンクのアイスにチョコソースがかかっててこれは生バウンドのやつですねちょっとこれは大きさをちょっと変えましたこれはシフォンケーキになりますねでこれがバームクーヘンになるんですけれどもどうでしょうか頑張ってちょっと工夫してみましたいつもと違う感じでデコレーションとかしましたこれはこんな感じのデコレーションにしましたちょっといつもとは違いますね で、これは、えー、とこんな感じのトーストみたいな感じのなんですけれどもあのー、低反発ちょい低反発ぐらいなんですけれどもこちらはですねなんかなんて言ったらいいんだろうなフルーツと生クリームがのっているトーストみたいな感じのものですね若干クレープにも見えるけどこれは食パンの 上に乗ってる感じで1点しか作ってないのではい一点もの一 <laughs> 点ものっていうかですねこんな感じですはいというわけで今回は作った作品の紹介でしたなんかここの上の方になん,かなんかこの黒いマークっていうかなんかあると思うんですけどなんかねこの前も黒い影がなんかっ 出たと思うんですけどなんかカメラがね、なんかゴミとかがついてるとか、ホコリがついてるとかというわけではなくて、なんかカメラの中に入ってるのか分かんないんですけど、振ったらたまに治るんですよ、スマホを思いっきり、ふんってぶん、あの、あのめっちゃ振ったらなんか治ったりするんですよね、位置がずれて。でもなんかここにずっとあるんですよね。 早く消えななないかんでだろうわかんないんですけどはいちょっと気になる方もいらっしゃるかなと思ったので言ってみましたなのでメルカリの販売するときもこう写真撮ったりしたときに黒いマークが映ると思うんですけどあのー、カメラのなんか中に入ってる汚れなのかわかんないんですけど気にしないでいただけたら幸いですご視聴ありがとうございましたバイバーイ